大人のペンギンがしばしかりのため、席を外しているうちに幼い子供たちを狙って盗賊かもめが現れました。怯えた子供たちが対抗してみるが効果はなさそうですね。一番体の大きいやつは一番後ろに隠れています。その時遠くからアデリペンギンが現れます。 目つきから尋常じゃないですね。可愛い外見とは裏腹に攻撃的なことで有名なアデリペンギンは普段に自分たちが違うペンギンたちをいじめるそうです。しかし、いざ他の奴らがいじめるのは我慢できません。結局子供たちを諦めるんです。それでも最後までエスコートしてくれるツンデレですね。